皆さんこんばんは、 MK です。ポケモンレジェンズアルセウスパート67やっていきましょう。今回はサブ任務になっている一匹道とマックス強化された勝ち抜き道を攻略していきたいと思います。マックス強化された勝ち抜き道どれぐらい強いのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、じゃあまずは一匹道からいきましょうか。 MK さん実況外でこちらケムッソを100レベルまで育てておきました。そして特攻以外はガンバレベルもマックスですので、さすがにここまで育てればクリアできるんじゃないでしょうか。一応サブ任務の欄には限界まで育てると書いてあるんですよね。で、あのね、ちょっと MK さんこのケムッソ気になることがありまして、100レベでガンバレベルマックスと言ってもですね、性格補正が若干怪しいんですよ。ほら、特防が下がって防御が上がってるので、もしかして相手が特殊使いだった場合は若干まずいかもしれませんが、まあまあまあ、とりあえずご利用しで頑張っていきましょう。ということで、まずは一匹道。一匹道は MK 様の一匹のポケモンと、私の選ぶポケモンとの勝負です。さて、いかがなさいますか？もちろん挑戦しますよ。ケムッソ一匹でよろしくお願いします。相手によるよな、本当に。で、毒針と体当たりしか覚えてないので、そのあたりもどうするかなんですけど、それでは参りましょう。ケムッソの一匹道。はい、行きましょうか。出発進行です。で、教え技とかでもこれ以外覚えなかったので、もう技はしょうがないんですよね。待って、おい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 、無理じゃないのか。何レベ相手、おっと50だったらなんとかなるか。風起こしが、うわ結構食らうじゃんえ、これ角4角5、うわ怪しいな。とりあえずこれはもう毒針打つしかないよね。タイプ1的にも毒を引くワンチャン的にも打っておいた方がいいでしょう。 OK、来ました。で風起こし、うわ角4だ、角4だけど毒が入ってればなんとかなると思う。はい、毒針でもう一発打って、でもう一回食らうけど急所にさえ当たらなければ OK、 勝てますね。はい、で毒のダメージ食らいまして、ここは力技でいく、いや変なことしない方がいいな。私が力技で相手が早技だったらやられる可能性がありますので、ここは普通に打っていきましょう。 OK、危な。普通だったらケムッソって鳥ポケモンに食われる側なんですけど、なんとか逆転勝利しましたね。ケムッソにおける一匹道の目的地に見事到着です。ケムッソのポケモン図鑑の項に勝利した証を追加させていただきました。でもさ、あのムクホーク50レベぐらいじゃないと100レベでも勝てないんだねそれはちょっとショックな気がしますが、はい、あなた誰だったっけ、コウガレさん、クリアしましたよ。さすがだったよ、君の一匹道痛快であった。ということでケムッソの一匹道をクリアすることができました。これで残るサブ任務はあと一つ、こちら一匹道コロボウシの道ですね。でコロボウシがですね、ちょっと100レベ間に合わなかったので、次回ね、ちょっとこれはやっていきたいと思います。一応75までは育てたんですけど、まあ今のケムッソを見て皆さん分かったと思います、75じゃ勝てませんねそしてコロボウシは極限まで育てると書いてあるので、多分ね、100レベは大前提じゃないかな。ということで今回は勝ち抜き道を残りの時間でやっていきたいと思います。ちょっと待てよ、コロボウシレベルアップさせたいからさ、手持ちに加えていい？舐めすぎ勝ち抜き度舐めすぎかな。いや大丈夫っしょ。ジュナイパーの代わりにコロボウシをじゃあ入れておきましょう。で、ですね、一応を確認というか、皆さんにお伝えしておきますと、勝ち抜き度、5段階進化があるみたいです。まあ、進化っていうか、強化があるみたいです。で、MK さん実況外で、4段階までは、すべて強化させておりますので、次挑めば5段階目で、マックス強化の勝ち抜き度を挑戦できると思います。で、4段階目までは、結構ね、ポケモンが増えたりとか、レベルが上がったり、あとはポケモンが進化したりしていたので、多分ね5段階目もポケモン増えたりしてると思います。ということで行きましょうか。まずは銀河団、承知しました。それでは準備はよろしいですか？よろしいです、やっていきましょう。ちなみに前回の動画見ていただいた方はわかると思うんですけど、前回だと銀河団だいたい60レベル前半ぐらいを使っていたんですけども、もう4段階目の時点で70は超えてたんで、多分今回は70後半ぐらいじゃないかな。はい、ということで行きましょう。まずは警備隊のペリーラさん、おっと待って、5体になってる。4段階目まではね、4体だったんですよ。しかも前回の動画では3体でしたよね、ペリーラさんって。あれ？やばいか？そして待って、ダークライはミスってんな。これさ、パルキアの方が75レベ。
ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、舐めすぎたかもしんない。一旦パルキアに変えて、水ドラゴンなんでここで受けていきましょう。催眠術だけやめてくださいね。おお、よかった、こっちのターンだ。そしたらここはアクアテール、いやこれ一発じゃ厳しいよな、力技で。いやーでももう90外すなよパルキア、外すな、外すなって言ってんじゃん。ちょっと今のはやられた。うーわマジ、うおっと、ワイルドボルト覚えてんの。おい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 、やりすぎだろ。おい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 パルキアドラゴン入ってたからよかったけどさ、ちょっとやりすぎだってペリーラさん。ワイルドボルトなんて今まで使ってこなかったでしょうか。オッケー、もうさっきで当ててよパルキア。はい、ということで次何を使ってくるんでしょうか。ミミロップ、ミミロップはノーマル単体ですね。ダブルアタックまずいな。ちょっと待てよ、インファイトとか打ってくると思うんで、まあでもアクアテール打つしかないよな。外すなよアクアテール、オッケーもう命中90が怖すぎ。じゃれ、あやばい、じゃれはまずアップの、マジか。ここはもう力技打つしかありませんね。力技じゃないとミミロップ一発じゃ落とせませんので、ここはしょうがない、力技でミミロップ倒していきましょう。ちょっと待て、怪しいな、こっからまだムベさんとあれがいるもんね、デンボクさんがいるもんね。おっと豪華猿はよ、あ嘘、ちょっと一回耐えろって。パルキア、オッケー、ナイス。え待って、おいおいおい、一回パルキア耐えろ、パルキア耐えないよね、耐えないよね、マジか。ちょっと待て、あのねディアルが出すのは簡単なんだけど、ディアルが出すとこれマッハパンチとかインファイト食らう可能性があるから、ハリーマンかな、ハリーマンかゾロアーク、ゾロアークだな、ゾロアークの神通力でなんとか倒していきましょう。豪華猿76レベル強すぎないちょっと強すぎるんですけど。で前回っていうか、あの4段階目までの時はペリーラさん、ハガネールも使ってきておりました。だけどもう1体が分かんないな。そう、4段階目までは4体だったんですよ。何を出してくるんだ、まあハガネールだよね、ここまでは読めていた。ハガネールどうしよう、10万馬力それは、うーわ結構食らうな、え思ったより食らうな。ここはとりあえずもうシャドーボールを打つしかない。はい、シャドーボールでハガネールちゃんどれぐらい食らう、うわー次も力技打つしかない、もうしょうがないもんだって。はい、じゃあ力技のハガネールで、ここで力技を打っちゃうと次がねまずいんですよ。次の相手のポケモンで先手取られちゃうんだよな。まあでもそれはしょうがない。フワライドか、うわ完全にオーバーだな、オーバー意識だハガネールもミミロップも豪華猿もフワライドもオーバーですね。そう、あのダイヤモンドパールの四天王なんですけど、そいつが使ってくるパーティーを完全に意識しております。やっぱりピリーラさんはオーバーのあれなんですね。なんだったっけ、先祖なんですね。はい、ということで、おっと嘘だろ、寝るなってここで、寝ぞ、うお、ちょい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 、瞑想がやばすぎ。うわ今の力技打った方がよかった、うーわマジ、ちょいちょい、あ、オッケー、いけた。ちょっと待て、これ力技でもう行くしかねえよな、当てろよゾロ、何やってんだよねえ何やってんのゾロアーク、さっきからパルキアといいゾロアークといい、やばいやばいやばい、ちょっと待て、ちょっと待って、油断すんな油断すんな。ディアルがこれ勝ち抜き道だからさ、体力回復してる暇とかないのよ。これさ、今のうちに回復しとくか、次のムーベさんの前に回復しとくっていうのはあり、うわやるしかないよね。よし、じゃあパルキアちょっと元気のかけら使って、フワライド何使ってくる、うわ瞑想か、ちょっと待て、いや大丈夫大丈夫大丈夫、相手が積んでるうちにこっちも回復してしまいましょう。はい、守りの力が強まった、あーまず間違え、もうまずもう今喋りながらで間違えたじゃん、違う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 、もうこういうね、こういうミスプレイングがほんとよくない。 OK、 催眠術だったら OK、それはもう誤差誤差誤差、こっちが起きりゃいいだけの話。うおっと、たたり目と組み合わせてくる、うわマジミスったじゃん、じゃあもう当てろよ、じゃあもう当てろよ、ディアルが一気、オッケー、マジでごめん、でも一回間違えたのは MK さんだわ。はい、パワー、うわ倒れないの、おい倒れると思うじゃん、やばい、力技たたり目これ、待って、やった、やらかしてる、フェリーラさんでちょっと油断しすぎたな。ハリー、うーわ、もうこれさ、パルキア出して、10万ボルト、一回耐えるだろ。てか、瞑想だろ、次。次、瞑想だと思う。もうこれ、元気の塊使います。塊をディアルガに使って、で、これで回復しておく。瞑想でしょ？
おっと、待って、もう一回いけるか、もう一回いけるか、待って、もう一回いけるな、なんなら。よし、もう一回いこう。塊をゾロアークに使います。はい、ゾロアークに使って回復で、次のターンも私だな。よし、オッケーで、ここで開く。いや、もう当たんねえんだよこれ。当たるやつ、もうしょうがない。ここは力技、最後の一体なんで力技で命中を上げておきましょう。アクアテールでオッケー。待って、ペリーラさんでやられすぎ。ちょっと次気ぃつけよう。次ムーベさんか。ムーベさんはね、サーナイトとかエルレイドを使ってくるんですけど、どうだろう、何匹かな。4段階目までは3体か4体だったと思う。5体使ってくんの、ムベさん。やめて、本当に。勝てぬ勝負はしない主義だが、電木に楽をさせるため、拙者が本気を出すとするかな。いや、本気出しすぎ。マックス強化ってこんな強えの。銀河団のムベさんが勝負を仕掛けてきた。相手が使ってくるのはまずロズレイド。うわ、だったら、パルキアか。パルキ、でも別に弱点はつけないんだよな。まあまあまあ、それはしょうがない。そしたらここはパルキアで、第一の力か、悪空切断。悪空切断しかないな。はい、じゃあこちら打っていきましょう。76レベ。ちょっと待って。電木さんワンチャンさ、80レベ使ってこない？これ。うわ、マジシャ。一回耐えろよ、パルキア。オッケー。そして待てよ。このマジシャだったら、もう一回耐えれるな。一回ここ満タンの薬をパルキアに使って回復だけよろしいでしょうか。で、マジカルシャインを一発食らってから、もう うーわ、マジマジ、ちょっと待って、それは無限の勝ち筋すぎる。うーわ、無限の勝ち筋なんだって、それは。ちょっと待って、ベノムショックはまあ大丈夫だと思うけど、ちょっと待って、無限の勝ち筋すぎ。うーわー、ちゃちゃっと倒お、当てる、当てろよパルキア当てろよ。やばい、終わった。おい、当てろよ、マジ。もうこれ命中だけでもカバーするか、命中だけでもカバーするしかない。当てろよパルキア、いけ、ナイス。もう本当に頼むわ、マジで。はい、悪空切断でロズレイド倒した。っていうか、ムーベさんも5体じゃん。5体5体5体だこれ。うわ、さっき急所当ててよ。まあそれは今言ってもしょうがない。はい、そして相手次出してくるのはサーナイト。これ相手選定でしょ、だよね。おっと、瞑想。待て、おいおいおい、積んでる暇なんてあんのか。こっちもう一旦ある。うわ、ないか。今あったら回復の薬使おうと思ったんだけど、まあまあまあしょうがないですね。で、サーナイトはエスパーフェアリータイプなので、ゾロアークでゴリ押すか、シャドーボールでなんとかしたいと思います。これさ、先手取ってるよね。いや、でも瞑想が、瞑想積まれてるからさ、一発では倒せないと思うんだけど、半分はいくよね。オッケーオッケーオッケー。はい、で、守りの力が戻りまして、もう一発シャドーボール打っていきましょう。さすがゾロアーク、素早さが高い。素早さ高いだけでほんと有利、このゲーム。はい、ということで次は誰だ。ジバコイル、ジバコイルかで、うわ、マジ。ちょっと待って、麻痺が多すぎ。もうでも行くしかないな。ここはバークアウトで、一旦バークアウト打っとくのもありだと思う。で、バークアウトからシャドーボールの方が、うーわ、もう安定するけど、そんなお、外した。命中不安定技使ってっから、そうなんだよ。いけ、バークアウトもうマジか。はい、で、攻めの力が弱まった。雷外せ、ナイス雷なんて命中70だからね、当たらん当たらん。はい、で、ここでシャドーボール、いけ、どれぐらい食らう。オッケーオッケーオッケー、当てんな、雷。うわ、当てるか。さすがに1回ぐらいは食らうよね。まあまあまあ、でもしょうがない。っていうかさ、麻痺さ、自然に解いてくんない？結構さ、このゲーム自然に麻痺とか毒を解いてくれることが多いんですけど、ちょっと解いてくれてないな。はい、そしたら次相手が出してくるのはエルレイド。エルレイドはエスパー格闘なので、ここはいけるでしょう。ビルドアップか。まあ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 、それはしょうがないですね。で、ここ、おっと、最高か。いや、大丈夫。抜群ではないけど、マジさ、麻痺だけ勘弁してくれ。麻痺マジ勘弁。オッケー。はい、力技。これはでも守り上がっちゃってるか。ビルドアップのせいで倒せない説はあるな。オッケー、しびれが解けた。ここで相手が外してくれればだけど、まあまあまあ。しょうがないな。っていうか、今のさ、回復の薬でもよかった？いや、ダメだ。そういうね、慢心は良くない。回復の薬とか使ってもさ、結局相手がまた麻痺とかさしてきたら意味がないので、ここは今ので合ってたでしょう。これたたり目が130、悪の波動が120、じゃあたたり目だな。そう、タイプ1は 1.5 倍で、いやでもそれ合ってんのか。今作怪しくないポケモンレジェンズアルセウスってさ、抜群が2倍でタイプ1が 1.5 倍。おお、ニューラ
大ニューラは初めて見たな。ちょっと待って、大ニューラとか使ってくんの？まあ一応サイキネがあるから特には抜群つけますね。まあ確かに、おうわー、力技だった、力技だった。待って、なめた、大ニューラって耐久そんなないイメージだったって。うーわ、ミスった。おっと、え、待って、2連続攻撃、あー力技だったねさっきの力技だったらダークライもこんな削られなくて済んだんですけど、まあまあまあ、それは今言ってもしょうがない。次の電木戦にかけましょう。うわ、待って、マックス強化強すぎねえか道か終わりなき道と知っていて、どこまで歩み続けられるかよな。お、ちょっと今いいことを言いましたが、そんなのにね、心奪われてる場合じゃないのよ。てか、コロ帽子連れてきたの完全にミスってる舐めてた。お前の強さから学ぶことは多々ある。私の勝利をもって学びの証としたい。うむ、銀河団団長、電木、いざ参らん。ということで行きましょうか、電木団長。待って、5体か。4体だったんだよ。4段階までは。やっぱね、これ5段階目だけ、ちょっとレベチで強えわ。4段階目までって、まあ、ポケモンが1体全員増えたのはあったけど、あと進化したりはあったけど、レベルの上がり幅もね、こんなにすごくなかった。72とか71とかだったんだよ。うーわ、マジ。まあでもこれやるしかねえからな。ここはさ、第一の、いや、ラスターカノンだな。ラスターカノンの方がタイプ1。本作にタイプ1という概念があるか分かりませんが、うーわ、力技だったって。おっと、それはナメプではだったらこっちは力技で行かせてもらいますよ。さっきの耐久を見た感じ、力技のラスターカノンだったら一発ですよね。オッケー、素晴らしい。はい、ということでガンガン行きましょう。次は誰が出てくるんでしょうか。ヘラクロス、待てよ、ヘラか。インファイトはまずいって。どれぐらい食らう。あ、まあ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 、まあ、守りの力が弱まってるから。うーわ、え、待てよ、次のインファイトでやられる、次のインファイトでやられるんだけど、これさ、変えるか、インファイト読みで。あー、なんでお前やられてんだよいやー、もうなんでゾロアークいないのよ。もうこれしょうがねえな、しょうがねえ、しょうがねえ。だったらもうこっちも倒しに行くぞ。ラスターカノンが力技で100、時の方向でしょ、170、一気当てろよ。ナイス、マジ命中が怖いんだよ、この時の方向とか空切断はさ。これいけないか、下がってっけど、オッケー、さすが伝説のポケモン、これはでかすぎる。はい、そしたら次来い、ガチグマか。ガチグマは10万馬力持ってるよね。それはまずいね。あ、ぶちかましか、ぶちかましもまずいけどね。あ、オッケー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 。守りの力が弱まって、おいおいおい、なんで、あ、そっか、さっき時の方向使ったからか時の方向使ったからこっち一旦休みなんだ。うーわ、マジ、ちょっと待てよ、ダークライが抜群打てない。あ、水の波動あるじゃないですか、ハリーマンさん。じゃあハリーマン出しといて、で、ハリ、あー、でもダメだ、10万馬力持ってると思うから、ハリーマンでこれ味方を回復させてみたいなプレイはちょっと今できないな。これさ、力技か、いや、力にしなければ2連続打てるから、一旦様子見で水の波動。オッケー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 、急所か。まあだとしてももう1回でいけるな。はい、もう1回の水の波動でガチグマ倒していく。で、最悪ハリーマン自爆あります。なので、多分ね、カビゴンなんですよ、最後使ってくんの。カビ、うわ、最後じゃねえの最後だと思うじゃん。うわ、持ってるしよ、10万馬力。おい、いや、あと1回耐えれるな、あと1回耐えれるから、これ毒好き1回打って毒狙って、で、自爆だな。よし、オッケー。じゃあここは毒好き、毒来い、毒来い、毒、毒、オッケー、来ました。で、相手が10万、おっと、命中不安定の技ばっか使ってっから、そうなんよ、そうなんのよ、電木さん。神々でしたが、いけ、毒好き。だったらもう毒好きで倒せるわ。最後の1体、自爆でいきます。最後の1体はもう、もつれ込ませます、こっちに。はい、ということで、カビゴンやっつけて、ラスト1体誰？わかんねえんだけど、あ、ダイノーズ！ダイノーズとか使ってくんの？マジ、ダイノーズ4段階目まで使ってきてませんでしたよ、この人。うわ、もう自爆今一つだし。じゃあもう水の波動で行くしかないな。最後は自爆でさ、一緒にやられようと思ったんですけど、さすがにこれ耐えられちゃうもんな、自爆。ちょっと待てよ。ここさ、水の波動をマックスで打って、75のタイプ1で、まあ100ぐらいか。自爆が200?
あ、待て、違うな。水の波動100の200か。あ、じゃあ水の波動でいいわ。わざわざ自爆を使うまでもないですね。そして大脳図は防御よりも特防の方が低いから、あの水の波動の方が食らうと思います。外せ。わっと、これ耐えない。あ、耐えないか。まあ耐えたとしても尖った岩が食い込んでやられてましたね。そしたらまあなんとか勝てそうだな。最後ダークライ出して、相手が今鋼岩タイプなんで、まあ悪の波動でいけるでしょう。いけるよな。大丈夫だよな。まあいけなかったとしても今もう一旦私でやったんでオッケー。マジでさ、これ元気の塊とかあってギリだぞ。やばくね。これさ、アルセウスとかゲットしてからやるやつでは勝ちました。うむ、最善を尽くしても勝てぬ。さらなる最善を目指すしかないな。お、まだまだ向上心があるみたいですけど、一応ね、皆さんのコメント見た感じ、強化は5段階目までみたいですんで、これがマックス強化で間違いないでしょう。勝ち抜き度を見事突き抜けたな。まあお前であれば当然というか、だがポケモンという存在の心強さを教えてくれて感謝している。また手合わせを願いたいものだな。で、4段階目は経験飴の XL が1つと、あとは進化アイテムが1つもらえたんですけど、これ5段階目何もらえる？お、おい、おい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 、あ、怪しいパッチありがとう。アップグレードが良かったけど、まあもうどうでもいいけど、ブラボー、スーパーブラボー。お、来た。ほら、あなた様は現時点で最強の銀河団の方々に勝利なされました。今のテキスト4段階目までなかったです。なので、これがマックスで間違いないでしょう。よーし、じゃあ次行きますか行けるかな。じゃあ混合団やっていきましょう。承知しました。それでは準備はよろしいですか？はい混合団勝てるかな。いくらあんたと精鋭のポケモンでも多くのポケモンを同時に相手できるのかよ。そうなんですよ、混合団はね、これ混合団と真珠団はま、一気に来んのよ。あ、ハリーマンから？ちょっと待って、なんでなんでハリーマンから出てった今。まあいいや。ドレディアに抜群つけるからいいとしましょう。はい、じゃあここは毒好きでまずドレディアを倒していきましょう。73レベか。っていうかほら、このさ、周りブニャットとかいませんでしたよね、前回。で、前回さ、ドータ君の場所がドーミラーだったかと思います。あ、ぶね、催眠術外せ、オッケー。そう、で、この辺がね、進化したりとかいろいろ変わってるんで、その辺は皆さん、楽しみながら見ていってください。そしたら、ここは悪の波動でドータ君一発か、オッケー。ハリーマン強。なんだかんだハリーマン、あれだな、頼りになるね。最終的に自爆あるから、それで合流、あ、待てよ。これさ、いや、ダメだな。あー、そっか。あなたが今最後、ひなつが最後だったらよかったんだけど、まあまあまあ、しょうがない。最後っていうか、2番目とかだったら、これ、ブニャットと戦ってるうちにさ、手持ちを回復させるとか、そういう高度なプレイができたんですけど、今は全員マックス体力、マックス PP でした。はい、ということで、ほいや、椿さん、兄貴の必死の頼みで来たのです。そうでなければ、椿と手合わせなんて光栄な体験はできないのですよ。そうかな。なんか自分のこと買いかぶり感がありますが、待てよ、ちょっと待って。スカタンクはどうすればいいんだ。待て、特にないよな、技としては。他のやつらもいい技は持ってないか。じゃあもうスカタンクに水の波動を打って、でやられそうになったらもう自爆しましょう。はい、ハリーマンの水の波動、マジさ、自爆が、うわ、全然食らわねえ。マジ？てか何してくる、アイアンテール。それこそ全然食らわなくね。あら、あらあらあら、こう、全然食らわないよ、そんなの。凍るなよ。オッケーオッケーオッケー。はい、ゴルバット様子伺ってる。なんだ？アイアンテール、なんで？なんでスカタンクそんな速いの？なんで急所に当たるの？なんで守りの力が弱まるの？連続でやられすぎだろ。もうこれ自爆します。もう行きます。力技自爆、いっけい！これでもうスカタンクを吹っ飛ばせ！ドッカン！どうだ？オッケー！これがハリーマンの真骨頂。もう自爆が強い、本当に。困ったら自爆打っときゃいいからね。そしたら、効果抜群持ってるのはディアルガ、パルキアか。大地の力でこの辺りは倒していきましょう。そう、前回さ、ゴルバットとスカタンクしかいなかったと思うんですけど、第5段階目でこのドラピオンが追加されてますね。そう、第4段階目ぐらいからドラピオンはいたんですけど、レベルはね、42とか3だったから、47は上がってるね。はい、で、ゴルバットちゃんはじゃあ、アクアテールでいきましょうか。当てろよ、アクアテール、オッケー。もう本当にさ、命中90でもね、心配すぎ。そう、たまに私がさ、アクアテールとか、あとは命中90系の技を、命中不安定って言ってることに対して、コメント欄で、いや、MK さん、
90% は面中不安定とは言わないですよって言ってる人たまにいるんですけど、あの不安定ですよマジで。あの95でも不安定だから。 MK さんが言ってる命中安定命中不安定っていうのは100かそうじゃないかなんで、なんでこの帽子から出てきた。おい、なんでこの帽子出てきた、やばいねえ、ちょっと待って、なんでこの帽子出てきたの。ちょっと待って、誰に変えよう、誰に変えよう。ゾロアーク、いやダークライでいいや。じゃあここダークライに変えます。なんでこの帽子出てきた、戻れ。あんたは今レベル上げたいだけなんだ。はい、じゃあここダークライを出しまして、待って、リーフィア75レベ、やばくね。前回多分ね62、3だったと思うんですよ。それに比べたらやばさが皆さんも分かりますよね。はい、うーわ、ギリ半分いかないか。だったらここは待って、早技、うわ、シザークロス覚えてんの、まずい。虫タイプは効果抜群で、しかもシザークロスは急所に当たりやすいんですよね。はい、で悪の波動を食らって、シャワーズはアクアテール当たるね。みんな攻撃当たるんだもん。リーフィアもう一発打ってくるだろう、だよね。うわ、うまっ、関さんうまっ、関さんうまいね。あんた早技って最初のターン数を取って力技で詰めてくる感じ。いや今のちょっと関さんうまかったな。じゃあここはゾロワークでいきましょう。シャドーボールでリーフィア倒せると思う、若干怪しくね。力技打っとく、打っとくか。もう力技のシャドーボールでリーフィアをなんとか倒せ。半分持っていけるだろこれ、力技だったら。オッケー、なんか力技じゃなくても持っていけた感がありましたが、まあまあまあそれはいいとして、アークの波動は抜群だな。ゾロワークはそんな耐久ないから勘弁してほしいんですけども。はい、アクアテール、オッケーオッケー、それぐらいは大丈夫。これブラッキーから行った方がいいな。うわ、ブラッキー、そっか、なんもいい技ねえのか。はい、じゃあここはシャドーボール、さすがにいったっしょ、頑張る。うーわ、シャワーズ、まあ確かに特防高いイメージはあるけどさ、50レベだったらいけると思うじゃん。シャワーズはね、そう、溶けるとか使って耐久ぶち上げてアクアリングでみたいなね、レートでよく使われてましたね。そしたらうーわ、つぶらな瞳、つぶらな瞳か。ここはじゃあ空切断で倒すしかないな。当てろよ、オッケー、命中85、なんとか当て、待って、シャワーズ勝った、マジ。こんな硬いと思ってないって。うおー、やってるね、やってくれたね、シャワーズさん。最後の最後に爪痕を残していく。待って、これいけるよな、さすがに。あとブラッキーだけだ。まあまあまあ、それはしょうがねえ。で、ブラッキー、何をしてくる、悪の波動。悪の波動は必中だからな。で、ここは、もう最高火力で行くんだったら、ハイドロポンプを95で当てるしかない。当てろ !95 で、オッケー。そう、ブラッキーは防御の方が高いんですよ。特防はそんな高くないので、ワンチャン一発じゃない。わ、高っ、え、待って、ブラッキーって防御の方が高いんだよね、確か。あれ、違ったっけ、え、MK さんの記憶違い。まあどっちも確かに高いよ。でもどっちかっていうと MK さんはブラッキーって物流系のイメージがあるんだけど、マジ、え、ハルキアのハイドロポンプ力技で損機しか食らわないの、50レベで、やばくねこいつ。こいつ50レベだけど頑張レベルとかめ、あ、そっか、こっち攻撃下がってんのか、ちょっと。いや、だとしても食らわなすぎだよね。はい、じゃあここはハイドロポンプ、まあそんな食らわないのは分かってるけど、 OK、 急所来ました。え、今急所だよね、あれ何だったんだろう、なんか急に食らったけど、乱数ちょっと乱数幅にしてはでかかったような気がしますが、はい、なんとか混合弾勝つことができました。さすがだよな。ただなんというか混合弾が鍛えてもらったようだ。あんたに手応えを感じてもらえるよう、次は本気の真剣で行かせてもらうぜ、ということで。お、また経験飴 XL 3個ありがとう、月の石もありがとう。で、ほら来た、ブラボー、スーパーブラボー、あなた様は現時点で最強の混合弾の方々に勝利なされました。今のテキストが出たということはマックス強化ということなんでしょう。よして、今回ちょっと時間的に新受弾ができなかったので、次回はじゃあコロ帽子の一匹道を終わらせて、サブ任務をコンプリートした後に勝ち抜き道の、新受弾の方をやっていければと思います。新受弾どういう戦いになるのか楽しみだという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。